久々の登場です。コグナだったんだけどだいぶ大きくなってきました。でも相変わらずのコグナなやつもいます。ちょっと水槽きれいにしましたんで、いい感じでしょう。ここにいるのが南沼エビ。この南沼エビはストレスが多いとこんな真っ黒になるらしいです。知らんかった。うわ、まあ南沼エビからこの小舟ちゃんたちの大きさを想像してください。これだとかなり大きく見えるかな。実際には なんかあれがあるといいな。ちょっとキラキラ反射があって見えにくいですね。なかなかこっちを向いてくれません。おーい、ひなちゃん、こっち見てよ、こっち見て。あ、こっち見てくれました。よーい、わー、まあ、ポシこっち向いた。よいよい、ほいほい。はい、エビのご家族にも会いに行きましょう。エビさん、見えないな、エビな。どうしてか、あ、ここに、この辺がエビさんたちです。ちょっと下に行くんだよ。ここら辺、あれ、あ、ちょっと草に隠れて見えにくいですね。エビさんたちいませんか。ここにもいるんだけど、わかるかな。わかりますか、エビさん。エビさんいます。いいよ。あ、ピントが合ってない。あ、ピントが合わないな。あ、こいつ。いいじゃん。あ、来たか。もうちょい。うわ。エビさんです。すごいでっかい伊勢エビみたいに見えますね、これだと。よいしょ。エビさんたち、この辺、ひっそり隠れてます。はい。よいしょ。では、健軍水族館からは以上です。